今日の舞台はエル・アルコラス。天気は晴れ、最高のピッチコンディションの下で試合が行われます。実況は西岡明彦、解説には指導者としての道も歩み始めた福西崇史さんをお迎えしています。見応えのある試合になりそうですね。シーズンも終盤に入りますが、チームはかなりの不調に陥っているようです。残留の可能性は残されているものの、ここからは全て勝つぐらいの気持ちでいかないと危ないでしょう。降格を回避するためにも、ここは絶対に勝ち点3が欲しい一戦になりました。クロスは手前の相手に当たりました。ここはコーナーキックになりました。中に入れた。このボールはクリア。おっと、キーパーが危険を回避。素晴らしいクリアでしたね。入ってもおかしくなかったですからね。最後まで諦めずによく防ぎましたね。タッチを割ってスローインからゲームが続きます。このパスは読んでいました。いい位置でしたが、ポゼッションが変わります。見事なインターセプト。クロス、笛は吹かれません。危険なタックルでしたが、インターセプトされました。ジョビンコ、ゴール。前線でもプレッシャーを緩めず、ボールを奪ってからの得点。ボールを持った相手選手に圧力をかけ、見事なゴールにつなげましたね。チーム全体の連動したプレスが相手のミスを誘い、ボールを奪ったところから攻撃が始まりましたね。これは見事なゴールでした。ここはインターセプト、しっかり予測していました。ペースへのボール、切り裂けるか。ループ気味にゴールを狙いました。これは決定力が足りない。得点にはなりません。プレッシャーを感じていたのかもしれませんが、勢いが足りませんでしたね。残念です。高いパスが味方に出る。ビッグチャンスです。ロングパスからの素晴らしいシュートでしたが、福西さんどうですか。パスを何本もつながなくても点を取ったことには変わりません。見事でしたね。クロス、パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り出そうとしています。絶好のチャンス、キーパーが止めましたが、ボールは生きています。中には入りません。クロスをブロック。クロス、ロングシュートを試す。来た、すごいゴールだ。かなり距離はありましたが、思い切って打ってきました。ベイル、ショートパスをつないでリードを守っています。サイドを変えました。スローインになりました。棚ぼたのスローイン、攻守が変わります。プレッシャーをかけられます。このパスは読んでいました。ベイル、キング、ボールをうまく回していく。ここはしっかりクリアしました。味方の位置を確認する。ボールをクリアします。スペースに見事なスルーパス。
これは低いクロス、少し飛び出しが早すぎました。この位置で相手のマークに合っています。ここはフリーキックを与えられます。サイドへ展開します。タックルが決まりました。相手ボールのスローインです。うまく読んでいましたね。このパスはカットされます。弧を描いて裏を狙います。かまされた。これは対応がよくありません。1対1です。危ない場面でした。はい、今のは危険でしたね。ゴールラインギリギリのところでクリア。ここはディフェンスが見事でした。あそこはやらせたくないですね。クロスを出せるか。これはコーナーキックです。リードを広げるチャンスです。ボールはエリアへ。このコーナーキックはキーパーが弾き返す。見事なロブパス。狙った。ゴールキーパーが飛びついて止めた。ようやくやってきたチャンスにサポーターも声を上げています。入れば同点ですので、このコーナーはしっかり狙っていきたいですね。どうだ。ディフェンダーがブロックします。ジョビンコ、パスが通りません。抜いた。弾きましたが、ここはプレーを切りたい。このクリアは小さい。ゴール入った。前線でもプレスを緩めず、チーム全体でボールに迫っていましたね。相手の隙をついた素晴らしいプレーです。この失点は監督も一体何をしてるんだと言いたくなるでしょうね。クリアするなら一旦外に出すか、大きく前に飛ばさないとダメでしょう。中途半端にクリアしたことで相手のチャンスになってしまいました。相手にボールを渡してしまいました。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは2対2。ゲームはハーフタイムに移ります。前半も終わろうかという時間帯。ホイッスルで後半のキックオフ。ボールを運びゴールに襲いかかります。これは見事なインターセプト。素晴らしいスルーパス。キーパーに近すぎたようです。サポーターの中には文句を言っている人もいるようですね。選手が倒されたシーンの判定に納得していないんでしょう。タッチラインの外へ押し出されました。スローインになります。キング、この位置でカットした。中央にクロスが上がった。ディフェンスの見事なブロック。ボールはまたブロック。しっかりとコースを潰しに行っています。
コースを潰しに行く。今日も体を張ります。試合は同点のまま進んでいますが、ここはコーナーキックになりました。勝ち越しのチャンスを大事にしたいですね。がっちりキャッチします。素晴らしいボールだ。このパスは分かりにくかったか。タッチを割ってスローインです。ジョビンコ、さあクロスか。よく見てボールをつなぎました。ボールを持って上がります。相手に当たってボールがラインを越えます。コーナーです。ゴール前に入れた。キーパーがコーナーキックを弾き出しました。ここでシュート。またしても素晴らしいセーブ。ボールをしっかりキャッチ。スローインとなります。うまく読んでいましたね。サイドへパス、横に展開してきます。これはゴールキックになります。さあスタジアムのテンションが上がります。ここでかわしました。これはコーナーキックです。コーナーからエリア内へ。もう一度コーナーキック。ボールはゴール前へ。プレーは止めません。主審が流していますね。ここは試合を止めます。フリーキックですね。ディフェンダーがここで食い止める。ボールを運びゴールに襲いかかります。主審が流します。勝ち越し来るか。決まった。逆転ゴール。先ほどまでのビハインドが嘘のような展開です。このゴールで勝負の行方は決まったと言えるでしょうか。そうですね。これはちょっともうなさそうですね。クロスを狙ってくるか。このボールはコーナーキックになりました。見事なインターセプト。ディフェンダーの読み勝ちでしょうか。いい攻めを見せていましたが、守備側がうまく対応しました。キープに苦しんだのか、相手へのパスとなってしまいました。クロス、スローインです。これはまずいパスでした。相手に渡ります。クロス、パスがつながります。快調なパスワークでしたが、最終的には相手ボールです。このまま終わってしまうのでしょうか。最後の攻撃になるかもしれません。同点に追いつけるか。考えるまでもありませんでした。攻撃は失敗し相手ボールです。ものすごい声援です。サポーターが声を上げます。ここがポイントだと分かっていますね。ねえ、ここでゴールを奪えば本当に大きいですからね。攻撃の流れを切ります。
試合終盤に追加点を挙げるチャンスが巡ってきました。コーナーキックが入ります。クリーンなタックル、ボールを奪いました。この選手が支点となってパスを回しています。時間オフサイドの判定、審判の笛が鳴ります。オフサイドです。アーリークロスを狙った。このボールはクリア。これはカウンターのチャンスです。カウンターのチャンスを生かしたい。このパスは通りません。これはさすがに読まれていました。見事なタックルです。ここでホイッスル。ホームチームの見事な勝利です。接戦になりましたが、チームは巧みな試合運びを見せ、リードのまま勝利しました。ゲームをしっかりとコントロールできていましたし、監督の作戦勝ちといったところでしょうかね。